尾鷲市地域おこし協力隊の池山千明です。今日はよいしょ、じゃん、バーベキュー。私が干したみりんの味、めっちゃいい匂いする。いい感じに焼けるかな。いい匂いです。手作りの味なんだ。あ、そうです。食べてくださいね。すごい。自分で作ったやつちゃう。そうです。おお。ほんまか。そうです、そうです。焼肉担当マリノ。あ、肉来てる。普通来てるけど、ちょっと弱い。うん、もうちょっと油落とそう。温まってるエリナ、うん、焚き火中。これかな。ほんまんまや。今からペロマソースで食べた。リカがあ、さっきとサザエ。あ、サザエだ。サザエの酒蒸しを。エビもだよ。あ、エビもだ。エビも。お願いします。これ作ります。初めてやるからね。うまくいくかわからんけど。うん。どうかな。お。いい感じ。肉もいい感じじゃない？焼けてきた。焼けてきた。これ食べられますね。美味しそうや。美味しそうや。どうなった？じゃんじゃん。これは？サザエ。美味しそう。これ大丈夫です。お酒だろうか。マジここ開いた。お皿ポンと。いや、美味しい。なるほど。うん、いりますか。どうですか。あ、いいの。あ、いいのでは。これいいのではないでしょうか。こちらが、サザエ。そして、あ、エビさん、こちらですね。エビさん。で、じゃあ、ここに豆乳。イエーイ。酒蒸し、酒蒸し。知りませんよ、量は。初めてやるからね、いいんですよ、こうやってやるんです。映え映え。映えます。見てみましょう。はい、じゃあ、どうぞ。あ、じゃあいいですか、これは、はい、私が干した煮物。みりんですか。みりん干しした。はい。すごいいい匂いしてたよ、ね、味は染みてるのでしょうか。いかがでしょう。うん、美味しい。美味しい。めっちゃいい匂いしてんもん、うん、って。美味しい。ふわふわ。あ、美味しい。なの。美味しい。完全に焼き任せちゃった。美味しそう。変な慣れてる。すごいアフレコ入ってる。さすが。そう。ふわふわの味。何これ。アフレコしときましたんでね。ありがとうございます。酔っ払い動画みたいになってるよ。今笑ってない全然。美味しい。うん。じゃあよかった。タバコの袋は、はい。え、ありがとう。あ、ごめん。あ、じゃこれお箸。あ、しみたい。なんで、あの、千秋が干した。みりんちゃん。みりんちゃんちゃう。なんだ、みりん干し、あじちゃん。あじ、ほんまにふわふわやん、すごい。ね、ふわふわだよね、めっちゃ。いただきます。ここでももう一飴かける。これできんねんて。ここで。あ、これじゃあこっちでいいですか。お母さん嬉しい。わ、おいしいよー。いや、アフレコ。めっちゃおいしい。おいしい。え、すごい。これこんな柔らかくなった、あれ干したから。え、ね、なんかめっちゃ柔らかいよね。柔らかい。すっごい柔らかいよ。おいしい。これぐらいあれしてよかったね。うん。やったー、天才だよ。よかった、うん、できて。めっちゃ美味しい。ホルモン、イエーイ。美味しい。今ホルモン、うん、ありがとう。めっちゃあの煙の奥にマリノ。今ホルモン焼いてます。肉食べたい。これホルモン。肉だ、ホルモンだ。もうちょっとかな、多分。見て、美味しそうが描くじゃない。うまめっちゃ美味しそう。アジやば。もう一回。うん。そう、エリナ、アジ、アジちょうだい、アジ。合格ですか？最高。やった。
ちゃうまい。うん、すごい美味しい。普通に焼いたよりすごい美味しい。やったー、嬉しい。でも、これは今貝の酒蒸ししてます。サザエとカキ、エビ、エビ、あ、エビも入れたんだ。入れた。楽しみ、これ、ね、アイス、うまっ。芋もやっちゃうよ、焼き芋。これ入れた。手がシルクスイートかな。あ、こっち、うん、シルクスイートと紅はるかやったっけ。じゃあシェルシルクスイートと、金時、金時か。お芋、お芋、はい、くるみます。こんな感じでいいのかな。うん、くるんで、あ、蒸し焼きにします。はい、入れるよ。まだよくわかってない。カニコニュー、美味しくなれ、なれ。焼き芋、焼き芋待ち。イエイ、はよ食べたい。お芋大先生、お芋の調子はどうですか。今日からでですね、はい、でもいい状態のものを選べたと思いますので、はい、何のお芋ですか。金時とシルクスイートを楽しい1本ずつ、お芋先生がね、はい、選んでくれていい状態だと思います。お芋先生、あ、焦げてる。入れ物、焼肉の入れ物。食べる専門焼肉大先生。はい、焼肉大先生、今ホルモン焼けましたわ。ちょっと焦げ、はい、焦げました。はい、焦げ入りました。危なくて炎がすごいいい感じですわね。もう幸せすぎる。池山さんはちょっとお仕事に行ってるので、はい、3人で美味しく食べます。はい、はい、千秋の分までいただいております。いただきます。千秋の分残しといてあげてな前回あるからな、みんな何年前かの淡路島、過去にね残さへんっていう前科あるからね、うん、残しとく残しとく。いない人はもういない。早いもん勝ち、大家族みたいな感じやからね。寝たら終わりよ。寝たら終了、うん、ご飯の時間に寝るのとどっか行くのは自己責任。しゃあない、おらんかったからっていう。おらんかったやん、だってってね、うん、めっちゃ美味しい。何食べた。しましょしましょ。はい、これ何だっけ。あーだ刺されたやつこれ、うん、めっちゃ美味しい。今日は牡蠣の美味しさを知ったよ。あ、あ、ビュートバズだ。ちょっと美味しいですよね。さーちゃん、さーちゃん、あ、まだ、あ、まだ、うん、最高だ。めっちゃ美味しい。あ、めっちゃ美味しい。あ、うん、美味しい。牡蠣、うん、いいじゃん、酒蒸し。え、めっちゃ美味しいよね。よき、うん、千秋ごめん、日本酒を普通に焼いて日本酒をかけて食べるやつは全部食べちゃった。ごめんね。もっと美味しいやつあったの。それね、それはそれで美味しかった。目からにばっかりするね。ごめん、俺も美味しいもん。やってないよみたいな顔してた。いや、美味しいよね、これね、うん、美味しい、めっちゃ美味しい。ありがとう。エビもできてるかな。いきます。開いたらいいの。で、今多分新聞紙まとわってるから、あ、かっこいい。あ、いい感じ。どうどう、いいの、いいの、いいの、いいよ、いいよ。さあ、どうでしょうか。ちょっとできてますでしょうか。せーの、あむ。助けて、助けてほしい。なんで。いや、もうガボっていっちゃおうかなと思ったけど、それはやめたよ。うん、やめて。いや、これさ、バター乗せたよな。確かに。めっちゃ美味しいよ。バターね。いい匂い、いい匂い。めっちゃいい匂い。甘い匂い。シルクスイート甘い。もう一個開けてみよう。こっちが。スイート。こっちが、金時。ま、品種違うの。食べ比べしたいなって。熱い。ホクホク。ホクホクホク。これも終わる？待って。せーの。あ、サクッといったね。あ、いっちゃうね。全然違う。これが金時。金時がこっち。金時がこっち。いいね。おー、これ食べ比べできるの。うん、素晴ら
ありがとう、開封してくれて。やったー、芋開封。すんごい。ここや。わ、これすごいね。蜜って感じ。うんうん、まあ、シルクスイーツ食べたい。ずっとボロボロやけど。一応この辺バターですね。これを食べたらいいんじゃないかな。これうまいわ。塩かけすぎじゃん。マリノが美味しくやってくれと。ありがとう。あ、はい。近い。近いね。言った、オンだって。やば、どうしよう。暑いと思う。うん、だよね。え、これ久しぶりのこの感じ。これ、うん。じゃあ、手や手や。じゃあ、はい。なんでなんで。あ、ごめん、間違えた。全然間違ってる。うん。早くない？本当それ。甘いもん。あ、確かに。年代の言い方が激しい。え、多分バターいらないよ。そう、天ぷら甘い、ほんと。でもバターつけたよ、こっちはこっち。美味しい。それじゃあそのまま食べる？うん、一回。皮も食べられるん？食べれるよ。ちょっと、かじってみたら。かじっちゃうかな。そんな大きくいく？ちょっと待って。え、一口これ。違うよ、だから。違う、一口いく予定だったもん、熱いじゃん、多分。あちら、混ざっていいよ。違う、本当だ、違う。こっちの方がなんか芋って感じ、芋の味がすごいする。こっちはなんかもう甘デザートが、ね、うん、確かにデザね、うん、芋感、なんていうの、さつまいもね、うん、あの普通のさつまいもっぽい感じ、そうそうそう、みんなが想像する、うん、多分こっちだけ食べちゃったから余計やろな、うん、多分これも甘いやと思うけど、へえ、食べたい、美味しい、どこ、美味しい、ここバター好き、これは普通のリカも食べてる？ほんと、ポイ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 、あちちちち、ほじればバターつきよ。ちょっとこっち、掴みにくかった。さっき最初食べた。いただきます。お、おいしいところ、おいしいところ、あ、絶対おいしいやん、うん、なんか、おいしい、めっちゃおいしい、うん、もうレバーはいいよ、うまっ、目がすごい、うん、表現の仕方独特、うん、うまっ、おいしい、シルクスイート、うまっ、甘っ、糖度半端ない。今日は追わずにリカとエリナとマリノがね来てくれたので、みんなでバーベキューができました。ね、オアゼのお肉も食べたし、うん、干物とかね、うん、そういうのも食べたし、うん、焼き芋もできた、そうだ、貝も、お腹いっぱい、幸せ、ごちそうさまでした、はい、でした。ぜひまたオアゼに遊びに来てください、締めが独特やね、はいはい、それぞれここで今は活動してて、マリノとエリナは YouTube の、はい、があるので、はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。概要欄に貼ってると思います。はい、貼ります。で、リカはインスタグラムでね、めっちゃ美味しい料理いっぱいあげてるからね、はい、そちらをぜひチェックしてください。概要欄に貼っております。貼っております。で、一つ、最後にお知らせがあります。ただいまですね、釣りフェスティバルが主催するアングラーズアイドル2021にエントリー中です。二次審査中で12月17日まで、ウェブ投票にての審査です。グランプリ取れるように頑張っていきたいので、皆さん今後も毎日投票応援よろしくお願いします。ということで、皆さんもぜひおわせに遊びに来てね、楽しいよ、おいしいよ。チャンネル登録もよろしくお願いします。